今川優馬、オフもエスコン通い詰め。コンキャンプはエスコンフィールド北海道での守備上達を図り、全体練習の大半をノックや連携プレーに当ててきた。武力を武器とする今川もチーム方針を深く理解し、懸命に汗を流してきた。新庄監督は守り勝つ野球を掲げている。守れる選手にならないと試合に出られないというメッセージだと思っている。今川は厳しいね。当然守備は下手だし打力も言うほど武器になってない今川さん。今川に目指してほしいのは阪神の森下なんだよな。今川はスイングに迷いがあるんだろうけど森下は全然臆してないのよ。言うほど打撃が武器になってないからな。万波の長打力、松本の打撃、過去実績込み、磯畑の足、江越の守備とどれと比較しても相手にならんからな。タミヤの悪送球にちゃんとカバー入って好返球したのは良かった今川。いや今川守備上手くなってるよ。特殊の結果は出てる。身体的に恵まれない者が勝ち残るには技を身につけるしかない。そして実績を積むプレイヤーとしての幸せを考えるなら今川の限度らもあると思うよ。今川が他球団に行ったところでレギュラー取れるのかってなるけどな。西川でさえレギュラー取れなかったのに。今川が主に守るレフトは言われてるほど守備悪くない。結局何回も怪我して2軍に落とされてるのが悪い。自打球の怪我直して上がってからまた終盤に2軍落ちたのも確か怪我だし。単純な話で今川程度の守備だともっと打たないと使われない。